皆さんこんにちは、乳がんサバイバーのポカママです。今日は卵巣がんのザイちゃんをお呼びしてます。こんにちは。すいません、ザイちゃんにライブ配信のことをちょっとやり方とか相談してたら、ザイちゃんの方からちょっと一緒に動画撮ろうよって声をかけていただいて、その流れでザイちゃんと一緒に今撮らせていただいてます。いや、すいません。みんなザイちゃんのこと絶対知ってると思うんですけど、ザイちゃんの自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。お願いします。乳がんママの日常をご覧の皆様、こんにちは。初めましての方も絶対いると思う。がん種が違うしね。私は卵巣がんに罹患しています。告知をされたのが2020年ということで、ポカママちゃんと同じ時期というのもあって、私が発信を始めたのは2021年からだったかな。なんだけれども、ポカママちゃんの動画を見つつ、私のことも配信してっていうことで、なんか一緒にこう、頑張ってきた同士のような気持ちがしていて、私自身の治療歴としては、2020年の6月に1回、開腹手術をして、子宮と卵巣とかね、その他、もろもろの臓器を摘出したんだけれども、その1ヶ月後に再発をしてしまって、もう絶望して、もう長く生きられないんだって、あとはね、こう、最後の時を待つだけか、みたいにね、塞ぎ込んだ時期もあったんだけれども、その後の治療が、なんとかうまくいって、今もこうして元気に生きています。ということで、最近は元気ですっていう発信しか続けていないんですけれども、はい、ぜひ私のチャンネルの方にも遊びに来てください。よろしくお願いしおます。願でいもし今のます。ちょっとザイちゃんのその最初の方すぐ再発しちゃったでしょ。なのでそこのところ私結構こうすぐこうグーってなっちゃうんですよ。でちょっと一個聞きたいことがあって、一個というか今これからたくさん質問するんですけど、私のチャンネルは乳がんじゃないですか。でザイちゃんは卵巣がん。最初に今でも覚えてるんですけど、私が治療を全部終わりました、みんなで旅行に行きましたって、その動画をアップした動画に、ザイちゃんコメントくれたんですよね。で、私はそこでザイちゃんを初めて知ったんですけど、ザイちゃんはどうやって私を見つけてくれたのかなって気になって、教えてもらえますか。私は最初から全部見てる。どうやって見つけたのかは、多分ね、乳がんとか卵巣がんで検索をしたのではなくて、がんサバイバーで元気な人を見たかった。で、がんサバイバーっていう検索をしたんじゃなかったかな。で、あとは、私がこう発信をね、してみようかなって思った頃に多分見つけていて、で、その中で、なんだろう、本当に共感することがいっぱいあって、こうね、治療中なんかこうベッドで横になりながら家族の声聞いて泣いてたとか、今まさに私そうみたいな、なんかそんな時があったりして、なんかそれが最初だったんですよ。で、一視聴者として見てたんだけれども、私もベッドで元気になったら旅がしたい、元気になったら旅がしたいってもうずっと思ってたから、その出してくれた旅動画に思わずなんかコメント入れちゃったんだよね。いやもうなんかすごく嬉しくて、多分その時に私はザイちゃんのあれを動画を見に行って、まあ、最初からこう見ていった中で、診察で録音してたのあったでしょ？私それを聞いてもうすごい泣いちゃって、まあ、ザイちゃんの反応がなんかもう無言だったりとか、なんかもう声が出なかったのとか、なんかもう想像ができちゃって、その絵がやばかった。その時すごく今はね、録音とか録画禁止っていう貼り紙がしてあるんだけれども、当時はそんなことはなくて、撮っていいですかって家族にも聞かせたかったのもあって、撮らせてもらって、ただ動画で出していいですかとは確認取ってないから、もしストップがかかったらいつか見られなくなる動画かもしれないんだけど、まあ途中で私笑い出してるシーンがあって、まあ、キャパオーバーで笑い出しちゃったんだと思うんだけど、そしたら先生が、なんか自分事だと思いませんよねみたいな声かけをされて、ね、そう言われると、なんか、そこからなんか鼻水ぐすぐすなってて、でも笑いながら、顔は笑いながら涙が流れるみたいな不思議な状況。なんかそのぐらい混乱してたんだなって思う。ちょっとだいぶその時にも感情が入りすぎて、
そっからというか、まあそこで知ってから、大ちゃんを、私もずっと見てます。ありがとうございます。大ちゃんがこうなるたんびに、なんか、あ、今日元気ないとか、また入院してるよとか、もう、横にいる、夫に、またなんか大ちゃんが、みたいな って言ったりするぐらい、ちゃんと、はい、見させていただいてます。でも本当に一緒に泣きながら頑張ってきたなって思う。うん。私が結構小さい頃から泣き虫で、泣きすぎだよみたいによく言われながら育ってきてたから、同じ共通点の泣き虫、おかままちゃんを見るたびに、いいじゃんね、泣いていいよねって思いながら。いいんですよ。ね。ね。ね。病気すると泣きたいこともね、山ほどあったしね。なんか、そうやって他の方の SNS とか見て、私はいっぱいこう感情移入して泣きながら治療に励んでたんだけど、ザイちゃん自身は、例えばその YouTube、他にもアメブロとか、あとインスタグラム結構発信されてる方多いんですけど、治療中、見てたかどうかを知りたいなって。実は、見てなかったに等しい。なぜかというと、告知された後に見たの。いろんな人のブログとかツイッターとかインスタとか見たら、なんか悲しいお知らせで次々終わっていくのがもう胸が締め付けられる思いで、見なければよかったっていう感情を何度か味わって、そこから見なくなったんだよね。で、なんか最後のご家族の挨拶で終わっていくんだったらもう私もなんか自分の未来をそこに重ねてしまいそうだったから見ないって決めて見てなくて。で、一方で昔から使っていた自分のアカウントは、なんていうのかな、友達たちの華やかな日常があるからそこに触れるのもちょっとなんか辛くて、とにかく遠ざかっちゃったの、SNS から。でも、なんか自分が発信してみようかなって思い始めて、こう発信を始めたら、あれ？こんなに支え合いの世界があったの？って気づいて、もったいなかった。なぜ私は遠ざかっていたんだろうって思ったし、その仲間同士の支え合いとか、サバイバー同士の情報交換とか、で、私の感じている副作用が、看護師さんは聞いたことないですって終わる一言で終わることも、なんか同じ人がこんなにたくさんいたらやっぱ副作用じゃんって納得したりとか、いろんな助けになって、だからね、復活、回復するには本当にみんなとのつながりがあったからここまで来れたって思ってるから、なんならもう前からやっとけばよかったって感じ。そうなんですね。でも確かに分かるのが、悲しいお知らせとかを見ると、ちょっとやっぱりこう自分自身も落ち込んじゃうから、私もそういうふうな、その財ちゃんのそこは同じ考え方してます。それは今でもそうで、やっぱりすごくぐーって落ち込む時期ってどうしてもあって、再発とか転移とか不安に駆られて、もうすごい泣いちゃう時期があったんだけど、そういった時は全部シャットアウトするようにはしたりしてます。でもそれって多分すごく大事なことだと思うから、不安だ不安だって情報を求めに行くのは意外にこうしなくてもいいことなんだなっていうふうには、自分が実際シャットアウトして実感したことだなって思います。ねえ、いかに自分の精神状況を ね、良くしておくかも治療中すごく大事で、だから途中からこう元気な人の発信を探そうってし始めたところから、他ママちゃんにもたどり着いているし、その他、こう、今現在元気ですって発信してる人を見つけられるようになって、で、その中で気づいたのは、あ、元気になってたら発信やめてしまう人がほとんどで、発信続けてる人は逆に長くちょっと治療を頑張ってる人、淡々と終えて世の中に戻っていってる人は、日常に戻っている人は発信をやめてしまうんだなってことが分かった。だからそれも知ってほしいし、それも含めて、今元気ですっていうことと、元気になると発信やめてしまって、でいるだけでいっぱい元気な人いるからねっていうのをね、伝えたいなと思ってる最近は。そうですね。私最初アメブロを始めてて、でそこで同時期に病気になった方
とこう励まし合いながらずっと治療を進んでいってて、でその中で私すっごく大好きな人がいて、私よりも全然先にも治療を終えてた人なんですけど、子育て中のお母さんで治療をして、でも治療が終わった後に出産されてるんでしょ、出産されてるんですよ。その方もお顔を出されてて、で脱ウィッグしましたとか、で私はその方にすごい勇気をもらったんです。元気な姿を見て、すごく一生懸命な姿を見て、でもやっぱり途中でブログも更新が少なくなっていくんですよね。でも今はもうめったに更新されなくって、でもそれってもうめちゃくちゃいいことだと思ってて、もう元気だから離れてる、もう証拠じゃないですか、それって。途中でやめるからって別に悪いことじゃないから、今元気になってるんだなって、いい方向に私は想像するようにしてる。ね、元気になっている人もいろんな形で、ね、いっぱいいるんだよね。こうね、SNS の中だけじゃなくて、普段の生活の中でも、私自身ママ友にも同じ経験した方いるし、発信してもしなくても、意外にこう見えないところで一緒に頑張ってる人たちいるんだよっていうのは、やっぱり知ってほしいかなって思いました。そう、職場にも公表せず治療を頑張ってる人もいるし、本当にたくさんいらっしゃるしね。で、自分が罹患したときは、こう、ね、元気になる未来を描くのがすごく難しかったから、まあ、私はこの先ずっと元気である保証もないんだけど、今現在、今はね、元気だから、なんかそうやって、こう、明るい未来を描けない人のためにも、たくさんいるよっていうのをね、知ってるだけでも違うかなって、ちょっとま思う。た話変えて次の質問いっていいですか？うん。さいちゃんって YouTube 見てても思うんですけど、家族仲すごいいいじゃないですか。ご両親含め家族の仲がいいのはすごい伝わってきてて、でもその治療中って絶対的に私の中ではなんですけど、家族のサポートが必要だなって思っていて、でも感謝の気持ちを持ちつつも、めちゃくちゃきつい時ってあるじゃないですか、しんどい時。なんかそういう時に家族に当たってしまったことってあるかなっていう。正直ある。あるし、でも、ない人っていないんじゃないかな。なんかそんな時どんな反応してました？いや、家族の方がね、寛大なので、私がこう怒ると、おお、怒る元気出てきたか、みたいな反応をして、笑い飛ばしてくれるから、なんとかやってこれたんですよね。そこで、こうね、ファイヤーみたいな喧嘩になってしまうと、私は辛かったなって思うんだけれども、瀕死の状態でいた私をみんなが見ているから、だからなんか怒る元気が出てきたかとか、母なんかはね、私が、もう全、もう万歳、もう何もできませんみたいな時は好きに使ってっていう意識でいるんだけど、だんだん元気が出てくると、私のエリアをそんなにこうしないで、ああしないでみたいな気持ちがちょっと芽生えたりなんかして、ちょこっと言ってしまった時もあった。そしたら、もう元気になってきたら生意気だね、みたいに言われて、それでなんか笑って終わりみたいな。だから素敵。怒る元気があるのかって捉え方をしてくれたから、こうバトルにならずに済んだ、感めっちゃじ。いいですね。なんか、普段こう、言葉を探して、こう、ね、あわあわしながら接するよりも、おおってこう、元気出てきたじゃんって言われた方が、こっちとしても、もう元気だよっ て、最高の気がする。なんか仁王立ちして怒った時があって、忙しいなみたいな。それちょっと面白いな。岡めっ桃ちゃちゃんは？いや、私、いや、旦那に一回、夫にイライラじゃなくて、もう治療での、もうしんどさでイライラしてた時に、でも、察して察しての空気をすっごいいっぱい出してたんだけど、もう寝るよって言われて、スルーされたことがあって、お休みって言って寝られたことがあって、その時になんかもうすっごくなんか、怒りました。泣きました。めちゃくちゃ泣いて。あの時話聞いてほしかったんだよ、こっちは。って。なんかその時の旦那の反応に対して思いっきり怒ったことがあって、スルーするなよ、みたいな。
なんか察して空気出してるじゃんみたいな感じで、めんどくさい女だなって自分でも思うんですけど、どうして話を聞いてくれなかったのって言って、で、あの時はごめんねって聞いてあげるべきだったねっていうふうに謝ってきて、で、そこでなんかちょっと正気に戻るというか、言わなかったら分かんないよなって、でも察してほしかったんだよってちょっと思いながら、夫の彼の優しさにだいぶ助けられて、私は治療に励んでたなって思います。私は普段喧嘩するから、ええー、そうなの。喧嘩するする。喧嘩するから、喧嘩しなくなってた病気中っていうのがあって、だから、ああ、怒る元気が出てきたのかっていう発言になったのかもしれないし、だからでも、喧嘩しない間も私の中にはいろんな胸の中に葛藤はあって、何もできないのにやってもらってることにほんのり不満を感じる、自分が嫌だったりとか、一生懸命、こう、料理を頑張ってくれてるのに、イライラ頑張ってる主人に、こう、気づいたりすると、イライラするぐらいだったら、コンビニで買ってきてくれた方が幸せだわって思う、こう、思ってしまう自分が嫌だったりとか、そういう、もうなんか、言語化するのは難しい。相手に言うことでもないみたいな、こういうモヤモヤはいっぱい抱えてた。そのぐらい不自由な、中に自分がいるから、できない、こう、苛立たしさとか、なんかもういろんなものが、ずっともやもやはしていたのを覚えてるから、だから今、なんかこう、文句を言えるっていうこともありがたいことなんだなって思う。あの頃言えなかったから、普段から喧嘩されるって言ってて、ちょっとそれはすごい意外だったんですけど、なんか愛あるなと思って、すごい治療の中にも気づくところいっぱいあるなって。そうね、いっぱい、主人も両親も子供たちからも、まあ、周囲の、ね、友人たちからもいっぱい愛された期間だったなとは思っているんだけれども、じゃあ喧嘩しないかっていうと、また別。喧嘩はする。そっか。え、今もします？今、でもね、病気終えてからぐっと減ったかな。なぜかというと、多分、不満って足りないって思ってるから、なんか、ああしてほしい、こうしてほしいに足りてないって思ってるから、なんかこう、不満が溜まって、喧嘩になっていくんだけども、やっぱり治療中、いろんなサポートを受けて、私は、なんか十分、持ってる、十分あるんだって、こう、何気ない日常、当たり前って思ってたことが、こう、感謝でいっぱいになるみたいに、私の周りは、あるでいっぱいになっちゃったから、なんか不満そのものが、だいぶ減った。とは思う。素晴らしい、すごいです、いいいや、でこもすと。る。まだする。そんな仙人にはなれないから。だいまあぶ、まあまあ、ちょっと温厚にはなったとは思うけど、まだすることはある。減った感じ。なんか喧嘩したり、まあまあゼロではないから、まあその流れでね、こう生活する中でもやっぱり治療中も含めてなんだけど、ストレス溜まることってあるじゃないですか。なんか、大ちゃんの、まあ、今も含め、治療中のストレスの発散方法があったら私知りたいなってすごい思ってて。もう治療中はもうただただ映画を見まくっていた。動画配信サービスで映画を見た証拠もいっぱい残ってる。なんかこう、スクショして、このタイトル、この映画を見たっていうのを、記録してたんだけど、病室でも見まくったし、それはなんでかって言ったら、多分思考を止めたかった。自分の、ああだこうだ不安になったりする。こう考えることをやめたかったっていうのもあるし、あとは映画一本ってものすごくいろんな人が関わって、すごい労力がかかっての1、2時間っていうことが分かってるから、なんかパワーをもらいたかったっていうか、映画の中に含まれているメッセージを受け取りたいっていうのもあるし、なんかいろんな人が頑張ったエネルギーみたいなのも感じたいっていうのもあるし、とにかく、映画、とか、お笑いとかもよく見てたな。とにかく気をそらすのと感動したい、パワーをもらいたい、いろんな意味で映画を見まくっていた。で、体が動かないから、それはすごく、私にとってはもう、なんか救いで、体が動くようになってからは、ぼかママちゃんの旅じゃないけど、やっぱり、こう、お出かけすることとか、温泉に入ることとか、なんかそういうのがストレス発散かな、今は。
なんか結構アクティブですもんね、今。今ね、動きまくってて、娘にも、いつになったら学ぶの？みたいに言われて、また元に戻ったら病気になるよ、みたいな 言われてるんだけど、でも今は本当に動けることが幸せで、再発って絶対ゼロじゃないって、絶対こう取れないでしょ？ね。片隅にはいつもあるから、だからこそ今は今楽しめることを楽しもうみたいな感じかな。大事。なんか自分に対してのご褒美ってこれって決まってるものありますか？普段の生活の中のご褒美はやっぱり食べることなんだと思うんだけど、治療中にあえて自分にご褒美って設けてたものがあって、それはこう一区切りするたびにね、好きなストーブ鍋を買うっていうね ご褒美設定してて、なんか、でかい重いやつ。重いやつ、無水調理ができるお鍋が大好きで、だから、あ、なんかこれは抗がん剤終わった時に、買ったお鍋だなとか、なんかそういう思い出がいっぱい ある。すごい。こう、なんか並んでるわけですね、いくつか。私の勲章と思っあ、すて、ごい。いい。そう、お鍋をね、買ってる。ストーブ鍋との出会いはもっともっと古くて、前からだったんだけど、なんか、そんなに買うのもな、みたいな、ちょっと自分にストップがかかってたんだけど、結構高いですよね、あれ。結構ね、まあまあそこそこするんだけど、でもずっと使えるから、家電製品とか壊れるじゃない？でも絶対壊れないから、まあいい買い物だなとは思ってて、あとやっぱり食べることが好きだから、美味しいのが何よりだからね、そうやってなんだかんだ治療にかこつけて、一つ増やし。じゃあ何だろう、食べることが好きイコール作るのも好きですか？作るのもまあまあ好き。だけど、もともとはお菓子作りとか、パン作りとかもすごいしてたんだけど、なんとなく、人工肛門を閉じてから、小麦とかあんまり相性が良くなくて、食べ過ぎるとこう便秘になったりとか、お米がね、すごく、便通がいいから、なんかすごく和食寄りになってて、パンとかケーキとか、めったに作らなくなっちゃったんだけど、もともとはなんか、地味にインドア、おそう家ね。なんかで、ねえ。なんかそれも聞きたくて、アクティブなのか、今ほらいろいろこう外に出たりするじゃないですか。外に出たりするけど、前料理動画出してたじゃないですか。なんかだから、お料理は好きなのかなって、イメージ、私のイメージ。もうなんか、主婦の鏡みたいなイメージ全が然。自分の楽しみとして作るのはなんかこう好きなんだけど、時間に追われて何時までにご飯を用意しなきゃは好きじゃない。わがままでしょ。基本好きなんだろうけど、時々はやっぱりプレッシャーになることもあるし、で、き、あの、外にお出かけするのも大好きだし、人に会うのも好きだけど、でも、出ないとイライラする人っていると思うんだけど、私多分、1ヶ月引きこもっても全然平気かもしれない。なんだ。でも、これだった。そう子なん供だ。の頃からじーっと人の遊びを見ているような子供だったって親からは言われてて、その素質はあってそうなんだ。なんかスポーツとかはしたことあります？スポーツはしたことがないのよね。そうなんだ。なんか私の友達でこの間ちょっと仲良くなったママさんがいて、もう絶対にスポーツなんてしないでしょって思ってたタイプの人がバリバリスポコンレベルのもうスポーツマンだったんですよ。なんかだから意外になんか大ちゃんスポーツしなさそうに見えて、こう実は何かすごい極めてるものがあるのかなって思ってて。何にもなくて、クラリネット吹いて学生時代を過ごしてきたから、もう全然本当にもうね、スポーツとは無縁で、ただ走るとか、ハードルを飛べとか、そういうのはできるんだけど、ボールを追いかけるのがすごく苦手。卓球とかね、テニスとか遊びでちょっとすることはあったぐらいかな。あと全然。ただ子供たちがね、陸上と野球をそれぞれやってたから、子育て期はずっと応援として見るのは大好きだった。
うん。見るのは好きなんだ。見るのは好きだし、燃えるし、興奮もするんだけど、だからといって、じゃあプロ野球を見るのが好きかって言ったらまた別で、子供の応援が好きなんだよね。そうですね。そうそうそう。ポカマモちゃんは何かスポーツ、あ、ソフトボールやってたって動画で言ってたね。そうそう、この間、でも私、長く続かないタイプで、習ったことがあるのが、バレーボールと、何、柔道、あとソフトボールと、今、バドミントン、子供と、長男くん、長女ちゃんとやってるっていうのと、社会人の時にフットサルとかしてて、なんかいろいろやってます。そうね、あとはこう走ったりとか、社会人でマラソンとかもしてたし、基本、動くのは好きな方。ただ、極めてるものはないです。こんな感これじ。からはこう走るのがライフワークになっていくのかな、なんか、ですね、そういですろね。んなマラソン大会があって、なんかとその土地その土地の美味しいものが食べられたりするんでしょう？なの。いや、今まで、多分全部大会で6個ぐらいね、出たことがあって、そう、それを楽しみに走ったりするっていうのももちろんあります。うん、私が住んでいる町は梨がたくさん取れるんだけど、梨マラソンっていうのがあって、ゴールした人たちにもうたくさん梨をこうザーって並べてみんな食べるみたいな。これって全国各地ブドウがあったり、なんとか鍋があったり、これあるんだろうなと思って、なんかそれ、そういうのの趣味も楽しそうだなって、走るの苦手だけど勝手に。なんか3キロコースをエントリーして旅するのも楽しいかもとか思ったり。じゃあちょっとやりましょうよ、一緒に。ねえ、やりたいね。バイクの中で一番嫌いなことが長距離だったな。こんな人が走ろうかなって言える その元気になったっていうことで。それはね、多分旅がしたいと、その土地の美味しいものが食べられるなら、3キロぐらい歩いてみようかなっていう。でもいいと思います。そう、旅行ね、行きたいんだけど、最近全然行けてなくて。まだね、お子さんも小さいもんね。で、病気になった時に、なる前か、わかる前に、私、結婚10周年記念で沖縄旅行を手配してたんですよ。で、あと数ヶ月後に出発だっていう時に、もうコロナで外出自粛になって、と同時に乳がんが分かって、もうなんか、一回全部そこで沖縄の希望を打ち切られてるから、もう次はやっぱりこう、みんなでね、沖縄に行きたいなって、元気になって沖縄に行きたいなっていうのが、それも目標だな。一個ね。なんか急に出てきちゃった、私の目標。じゃあその報告動画をめっちゃ楽しみに待ってちまょっと、す。行けたら動画撮りたいなって思ってます。だから私、大ちゃんの、こう、いろいろ出かけることあったら、そういう、そう、Vlog じゃないけど、まあ、旅行の動画みたいな、そういうのをちょっと見たいなっていうふうに思ってるから、ちょっとリクエスト。素材はいっぱいあるんだけど、なぜ作らないんだろうね。まあ、ゆっくりでいいので、いつか見れたら嬉しいなって思い了解しました。ます。ね、あとね、私聞きたいことあって、脱毛したじゃないですか、抗がん剤で。全部抜けちゃって。で、私も脱毛しました。で、髪はこれから伸ばします？多分伸ばさない。動画をずっと遡って見ていただいたらわかるんだけど、2年間ぐらいは、どこまで伸びるっていうのを見せたかったのもあったし、なんか伸びた髪がかわいそうで切れなかったから、2年ぐらいはザーって伸びていった。だけれども、なんかね、人工肛門閉じた時に、あ、病気終わった、ピリオド打ったみたいな感じが私の中でしてて、で、手術の傷もね、横横2回切ってて、縦縦2回切ってて、で、丸描いて、チョンってなったから、もう完了みたいな。完了完了ってなった時に、ようやく、あ、もう好きな髪型にしていいかなって、なんか思えて、髪を切ったんだよね。それ以来、全然、なんかこう、かわいそうだとか、あんまり思わなくて、あったかいなとは思うけど、髪の毛があったかいとか思うけど、全然自由にしていこうかなと思うから、もともとね、ロングの時代は私の人生にほとんどなくて、多分今後もロングはしないと思う。かままちゃんずっとショートだね。ショート楽で
もうやめられない。割とやっぱりみんなが、似合うって言ってくれるから、ちょっと、その似合うって言ってくれてる言葉をもうちょっと浴びたいなっていう。めっちゃ可愛い。そのショートも、最初の頃はもっとくるんくるんって、ね、抗がん剤の。でした。それえ、も大ちゃ戻っ、んもそうでした？ん？大ちゃんもくる私くはるん？もう、全然、細い、ふわふわの、なんだ、ひよこちゃん触ってるみたいな手触りのふわふわのが生えてきて、そのまま、スーって細い、まっすぐね、赤ちゃんみたいな髪の毛って、なんか美容師さんも、ずっと昔からお世話になってる方だから、柔らかいとか細くなったね、とは言ってる。くるくるなかったんだ。全く。すごい、それも。なんか結構割とね、くるくるにっていう方多いから、そういうパターンもありなんですね。あるある。で、それを、くるくるするのを楽しもうぐらいな感じで待ち構えていたら、あれ？細いし、なかなか生えてこない みたいな逆な。え、私、薄毛で悩むと思わなかったっていう 感じだ。そっか。まあ、私のしたかった質問は以上かな。なんかめちゃくちゃ私プライベートなことを聞きたかったから、すごい、なんかすごいプライベートな話ばっかり聞いちゃって、病気あ、の本話も当？なくなんかて。全然余裕。あ、聞かれて困ることは何もなかった。ちょっと覚悟したんだけど。いやいや、もう、なんかあんまりね、なんか他に、私はちょっと聞きたいことを聞きたいなと思って質問したけど、なんか、他にみんな聞きたいことあったら、なんか最初に聞いとけばよかった。なんか、ザイちゃんと戻ってるんですけど、聞きたいことありますかって。ゃあ、これは、ライブでやりましょあ、そうう。ですね。ね。行きましょう。今年の目標、ライブね。じゃあ、一緒にやりましょう、やりましょお願いします。う。今日は、ザイちゃんに、私のチャンネルで、ちょっと発信仲間に入ってもらったんですけど、さいちゃんからちょっと私の乳がんママの日常を見ていただいている方に向けて何かメッセージもらえると嬉しいなと思ってお願いします。ここまで私、乳がんママの日常、ポカママちゃんと、こう、なんか一緒に泣いたり笑ったりしながらね、3年を過ごしてきたかなって思ってるんだけれども、今から治療される方もいらっしゃると思うんだけど、私たち何年経っても一緒に、泣いたり笑ったりしながら、こう、共に走る仲間だと思っているので、一緒に頑張っていきましょう。今日は、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日はこの辺で、あ、ザイちゃんのチャンネル、皆さん、もし登録されてない方いたら、チャンネル登録よろしくお願いしあまりすっがて、とうご私ざがい言まうす。おの願もいなんしかあれですます。けど、よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、バイバイバーイ。バーイ。チャンネル失礼ね。